竹部寺祖父マロ竹部寺祖父マロから、没年不詳は、奈良時代の下級管理の息子。俗日本気巻、第十七によると、大倉署漆辺野氏の霊子で、十八以上の竹部寺みき関将が、大剣マロと共に漆を盗んで転売し、発覚して、流罪の判決を受けた。石将には三人の息子がいた。上から祖父マロ、安頭マロ、おつマロである。 石章の男祖父マロ年十二、安頭マロ年九、オッツマロ七、同じく子として曰く、父石章、己らを、ヨーハムがために、司のを盗み用いる。その犯せるところにより天方へ配役せらる。祖父マロら、父の情を慰めむがために死を犯してウえちんす。受け吐は、兄弟三人を、没めて、勘奴とし、父の重き罪を、こう刃むことをという。年十二歳。 安頭マロ年9歳、オツマロ年7歳の3人が一緒に次のように梵状した。父の赤将は自分たちを養うために役所の漆を盗んで流用し、その罪により遠方に配慮されることになりました。祖父マロラは父の心情を慰めたいと思い、死を帰りずに上進いたします。どうか兄弟を官の奴の身分として没収され、 父の重罪を償いたいと思います。わけ、うじたにたけ奴とは、官有の奴隷であり、神鎮とは官司に申し出ること。公式令により、律令成果でも諸人も天皇に上票することができた。ただし、その場合は、文末に、資材金言とつけなければならなかったという。命令律では、皇族や皇級役人の裁判では、特権が設けられていたが、 8以下の役人や庶民には、そのような特典は付けられてはいなかった。つまり、兄弟たちが、判決の変更を願い出たというのは、命がけの行動に他ならなかったわけなのである。刑の斜面、軽減は、天皇の特権であり、この訴えは、岩章天皇の手元に無事届いた。なお、流罪、死罪は、大上官で審議して、書類を天皇に回覧することになってもいた。 天皇は、以下のように見事のりした。人の五条をリンクるに人儀心ここ重く、死の百行あるに、高吉を先とす。今、祖父マロら、身を、没めて八つとなり、父が犯せる罪を、食して骨肉を荒らしめむと、よく、金瓶にあり。こうところによりて、勘八つとして、すなわち、父赤昌が罪を免すべし。ただし、犬マロは、 業部の段により手配どころに発すわけ、宇治谷武たけしけの場合は、家族が、都に住んでいなかったため、斜面の対象にはならなかった。以上、720年の出来事である。それから1月後、祖父マロ安頭マロらを面して寮に、十エしむ。ありがとうございます。